これは UFO の正体なのか、 TR-3B アストラについて。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり機構は TR-3B アストラについて紹介していこうと思います。世界中に UFO という言葉を広めるきっかけとなったロズウェル事件から半世紀以上、私たち人類は未だに UFO の正体とは何かという真実にたどり着けていません。一般的に UFO は宇宙人が恒星間移動に使う乗り物だと言われていますが、その他にも実は未来人のタイムマシンだとか、平行世界の人間が作った機械だなど、様々な説が囁かれています。今回ご紹介するのは、そんな20世紀から続く謎、 UFO の正体に深く関わっている都市伝説。結論から言えば、 UFO の正体はアメリカが開発したステルス戦闘機であるという驚愕の説です。荒唐無稽に思える話ですが、アメリカが秘密裏に開発を進めていたとされる幻のステルス戦闘機 TR-3B アストラの情報を知れば、きっとあなたも UFO イコールステルス戦闘機説に興味が湧くはず。それでは今回は TR-3B アストラの概要と、 TR-3B アストラが UFO の正体であると言われている根拠について、詳しくお話ししていきましょう。TR-3B アストラとは、 TR-3B アストラとはアメリカが秘密裏に開発を進めているとされるステルス戦闘機の名称です。戦闘機といっても、一般的に知られている戦闘機とはフォルムがまるで違います。実は TR-3B アストラは真上から見ると綺麗な正三角形をしており、予備知識がなければ飛行機には見えないような姿をしているんです。三辺の長さがほぼ同じなので、旗から見るとどこが翼でどこが前なのかもわからないほど。 TR-3B アストラの飛行は、戦闘機が飛んでいるというより、ギタリストが演奏に使うピックが空を飛んでいるような光景です。正三角形の飛行機があったとしても、まともに飛ぶわけないだろうと思った方は正解。実際、目撃情報をもとにして TR-3B アストラを作ったとしても、現在の航空力学では飛ばすことができないと言われています。では TR-3B アストラはどうやって飛行しているのでしょうか。軍事研究家によれば、 TR-3B アストラの飛行は最新のプラズマ推進式エンジンによって成り立っているのだといいます。 TR-3B アストラにはプラズマ推進式のエンジンが少なくとも4機搭載されており、超電動コイル内で発生させた磁力線で空気中の原子をイオン化し、加速放出時の推力を利用して飛ぶのだそう。従来の航空機とはまるで違う設計理論で組まれているため、 TR-3B アストラは飛び方からして既存の航空機とは違います。マッハ10での飛行から急停止、急加速など、信じられないような機動性能を実現しているのです。開発中の TR-3B アストラが目撃されて UFO になった。マッハ10で飛び、急停止したり急加速したり、直角に曲がったり上下に浮き沈みしたり、 TR-3B アストラの動きはどれも現実離れしています。偶然にも TR-3B アストラを目撃して戦闘機だと判断できる民間人はほとんどいないでしょう。きっと多くの人は TR-3B アストラを見て UFO だと勘違いしてしまうはずです。そのため、民間人の間で TR-3B アストラの存在がささやかれるようになってからというもの、人類がこれまでに UFO と呼んできた謎の飛行物体の正体は、開発中の TR-3B アストラだったのではないかという説が台頭し始めます。確かに、もしも TR-3B アストラが実在するなら、その可能性は否めないでしょう。世界中で目撃されている UFO の全てが TR-3B アストラだとは言えませんが、目撃情報の何割かに
TR-3B アストラが関わっていてもおかしくはありません。例えば、世界には UFO の目撃多発地点がいくつもあります。そして UFO が多く目撃されている場所の近くにエリア51のようなアメリカの軍事施設があるケースも少なくないのです。UFO の正体が TR-3B アストラだとしたら、アメリカの軍事施設の近くで UFO が目撃されやすい理由にも筋が通りますよね。それは単に実験中の最新兵器が民間人に見られたというだけなのですから。 UFO と戦闘機の歴史を比べてみる。未確認飛行物体そのものは UFO という言葉が生まれるよりもずっと昔から目撃されています。しかし UFO の目撃情報が急増したのはロズウェル事件、1947年以降。それまでは未確認飛行物体なんて滅多に現れなかったのに、この頃から UFO の目撃多発地点なんて場所が生まれるほど目撃情報が増えたんです。ちなみにライト兄弟が本格的な有人飛行を成功させたのが1903年、飛行機が戦争に用いられるようになったのが第一次世界大戦が起こった1914年から1919年にかけてのこと。兵器として運用されたことで人類の飛行技術はみるみる発展を遂げ、ステルス戦闘機の開発研究が行われたのが第二次世界大戦中、つまり1939年から1945年です。つまりアメリカをはじめとした各国が飛行兵器の開発を始めた時期と、なぜか世界中で UFO の目撃情報が多発するようになったタイミングがほとんど一致しているのです。一般的にステルス戦闘機というのはレーダーに映らないことを目的としたもので、 SF のように機体そのものが見えなくなるわけではありません。しかしレーダーにも映らないし目にも見えない戦闘機などというものがあれば、それを開発した国は戦争において超強力なアドバンテージを握ることになるでしょう。そのため本当の意味での見えない戦闘機の研究は各地で秘密裏に進められているのだといいます。そしてその実験の中で生まれた成功作の一つこそが TR-3B アストラではないかとささやかれているのです。 TR-3B アストラの前身とみられる SR-91 オーロラとは、実は TR-3B アストラよりも前にアメリカは SR-91 オーロラという戦略偵察機を開発していたと言われています。戦術の通り TR-3B アストラは正三角形をした飛行機ですが、 SR-91 オーロラは二等辺三角形をしていたことが目撃者の証言から判明しています。 SR-91 オーロラが二等辺三角形で飛べたのは胴体部や尾翼を持たない前翼機だったからです。機体そのものが一枚の翼として設計されているので、 TR-3B アストラとは違って常識的に飛べる形状となっています。1989年に英国防空監視隊ROC の兵士が観測したところによると、 SR-91 オーロラはドーナツ型の飛行機雲を吐きながらソニックブームを起こして飛んでいたのだといいます。同時期にはアメリカ地質調査所センターが設置した220箇所のセンサーのうち25箇所のセンサーがソニックブームによる振動を検知しています。これが SR-91 オーロラの実験中に出たソニックブームではないかとのこと。センサーが捉えた振動から推測すると、 SR-91 オーロラは少なくともマッハ6で飛行することができたようです。こうした目撃情報はノルウェーやオランダでも上がっています。 SR-91 オーロラの目撃情報はやがて途絶えますが、2000年代からは入れ替わるようにして TR-3B アストラの目撃情報が増え始めます。そのため TR-3B アストラは SR-91 オーロラの後継機だとする説が有力です。前身である SR-91 オーロラよりも早く飛べるようになり、一説には大気圏からの突入や電磁パルス攻撃機能まで備えているという TR-3B アストラ。
アメリカが本当にこのような戦闘機を完成させてしまったとしたら、今後の戦争がどうなってしまうのか、想像しただけでも恐ろしいですね。まとめ、 TR-3B アストラが実在するという証拠は残念ながら今のところありません。本当にあるとしても軍事大国アメリカの国家機密プロジェクトですから証拠がなくて当然ですが、しかし中立の立場から TR-3B アストラは実在するかという疑問に答えるなら、正直かなり怪しいと答えざるを得ません。そもそも目撃者の証言に矛盾が多かったり、国家機密にしてはいろいろ漏れすぎだったりしますから、動画サイトなどには TR-3B アストラを撮影した映像が多く出回っていますが、そうした映像も編集したものである可能性が高いと言えるでしょう。なので現状 TR-3B アストラの話はあくまで都市伝説の域を出ません。ただしアメリカが秘密裏に何かを開発しているというのは事実ですし、開発中の兵器が UFO と誤認されたという事件は実際に起こったこともあるでしょう。事実は小説よりきなりという言葉もあります。実は TR-3B アストラはアメリカが故意に流したデマで、実はもっとやばい兵器を開発していたりするかもしれませんよ。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。